城島町は、福岡県水間郡に属していた町である。久留米市への通勤率は16.8%、大川市への通勤率は12.6%。主に農業、酒造業が盛んな町である。2005年2月5日に、近隣の水間郡水間町、浮羽郡田主丸町、三井郡北野町と共に編入合併し、久留米市の一部となった。 城島は酒どころとして著名である。酒造業の歴史は江戸時代中期に遡るという。筑後川の水や筑後平野の米といった原料、筑後川水運を利用した流通の瓶に恵まれ、また資本と労働力を有する効能が多いことから産地として発展した。明治初期には、灘から三薬と呼ばれる技術者を招き新城造,造法を導入したこともあるが失敗。 香水である灘の宮水と、南水である筑後川の水の特性の違いによるものである。以後、醸造家や城島当時が筑後川の水を用いて醸造する技術を蓄積させた。景気動向による不沈があったものの、明治時代後期には名城造地として名声を得、1907年の全国品評会では3人が選ばれている。この頃には、城島が、 九州地方随一の醸造量を誇るようになった。久留米と大川を結ぶべく設立された大川軌道の株主は皆酒造家であり、1912年に開通した路線は酒の輸送にも利用された。また、酒造に用いるため、1921年に城島間伊水道共同組合を組織した。この会社は一部を周辺にも供給、1977年に 朝栄水道と合併するまで、日本では、旧な民間水道企業であったによるものがあった。1923年の福岡県立水間、中学校開設には、酒造家たちが土地提供などの全面的支援を行った。第二次世界大戦後は、醸造施設の大型化、機械化、合理化の宣弁をつけた。しかし、エネルギー革命に伴う三池、蓄放丹田の炭鉱の閉山。 北九州工業地帯の賃貸などで大衆種の消費地を失った。現在、町内を鉄道路線は通っていないが、1951年までは、西鉄大川線が通っていた。鉄道を利用する場合の最寄り駅は、西鉄犬塚駅。ありがとうございます。